くり半身、1、2、3、4、はい、この基本の逆突きですが、上半身だけではつかないように、下半身で発生した大きな力を、腰の回転、体幹部のひねり、腕の伸展、そして使用部位へと、連鎖的に伝達することによって、大きな君の力を養成します。でこの時にですね、下半身から発生した力の伝達経路をしっかり体で認識するように、また身体を体を一つにつなぐ感覚をしっかり養成してください。では早くやってみます、はい、1、2、3、4。でこの突きの決まった瞬間ですけども、この中端点を瞬間的に潰す感覚ですね。そう、肋骨の一本一本も縮めてください。そう、肩甲骨ですが、肩甲骨は肩甲骨の内側から剥がすようなつもりで使用してください。そうすると肩甲骨と腰が一体化して非常に強い筋肉が生まれます。はい、ではもう一度、1、2、3、4、はい、治れ。基本の逆突きにおきまして、力の伝達経路をしっかり認識され、また体が一つにつながるような感覚が養成できましたら、次の段階としましては、中心軸で体を回すのではなく、正中線から、右半身体、左半身体を前後にずらすような感覚を養成していきます。例えばですね、体をこのように回して使用をするのではなく、次の段階としましては、正中線から右半身体と左半身体を前後にずらす、このような感覚を、養成してみてください。その時にですね、力の伝達経路のことで重要なんですが、末端から発生した力が体の中心を通って末端まで、末端から発生した力が各部分を通って末端に来るまで、各部分を通ることによって力が増幅され、力強い極めになりますが、その分時間がかかってしまいます。ですから次の段階としましては、中心から発生した力が両末端へ、いっぺんにピンと張るようなイメージですね。中心から両末端に行けば、これは時間は半分で済みます。中心から発生した力が両末端へ入っていく、この感覚を次の段階で養成します。次はですね、はい、構えて先ほどやりました、はい、1、2、3、4、中心軸を使って回転させて力を出すのではなく、次の段階ではですね、正中線を意識します。はい、右手を引いて、でかかとを上げてください。はい、正中線から右半身体と左半身体を前後にずらす、そういうイメージをここで養成していきます。よろしいでしょうか。でこの時ですね、かかとを強く踏み込むことによって、突きと一致させるように、中心から両末端に同時に決まるような感覚を作っていきます。でここで重要なのが、かかとの踏み込みと同時に、後ろ足、ももの付け根ですね、後ろのももの付け根、ハムストリング、そしてその前面にあります拮抗筋であります、大腰筋、ここで骨盤自体を前後にずらす、そういうイメージを作ってください。それと同時に、先ほど行いました末端から中心を通って末端まで行くのではなく、中心からですね、中心から両末端に感覚、はい、それをやってみます。はい、1、2、3、4、はい、強くずらします。5、6、はい、治って、従来ですと、かかとをつけて足裏を密着させてつくのが当たり前の方法ですが、この段階では中心から両末端に行く感覚、あるいはかかとを強く踏みしめることによって骨盤を前後にずらす感覚を養成するために、かかとは高く上げてください。かかとを高く上げ、踏み込むことによってハムストリング、
で拮抗筋である大腰筋、これで骨盤を前に前方にずらしますと同時に中心から両末端へ、かかとと突きの決めが同時に決まる、この感覚をまず養成してください。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10